イラストレーター、猪俣睦美さんが10日に亡くなった。18日に猪俣さんの X で報告された、数々のゲームやアニメ、漫画のキャラクターデザインやイラストなどを長年担当しており、関わった企業が続々と追悼した。猪俣さんの X での投稿では、イラストを添えた署名のアップ、猪俣睦美は2024年3月10日永眠いたしました、と綴り、あまりに突然のことで、描きかけのラフもあり、今も天国で描いているでしょう。大好きな猫たちに囲まれて、可愛い、強い瞳のキャラたちをどんどん生み出しているはずです。と思いを馳せた、猪俣睦美を愛して応援していただきましたすべての方々に心から感謝を申し上げます。そしてこれからも変わらず愛していただけることを願いまして、ここに謹んでご通知申し上げます。と謝意を記し、葬儀は近親者のみで取り行いました。生前の本人の意向により、ご弔問、ご香典、ご供物、ご献花その他はご辞退申し上げます。何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。と呼びかけた、人気ゲーム、テールズ・オブ・シリーズのキャラクターデザインを長年にわたって担当しており、これを受け、テールズ、公式、バンダイナムコエンターテインメントは、猪俣睦美先生のご逝去に際し、生前のご功績への感謝と、深い哀悼の意を捧げます。先生の生み出してくださったかけがえのないキャラクターたちとの絆がいつまでもファンの皆様の心の中で輝き続けていけるよう、テールズ・オブ・チーム一同これからも大切に物語を紡ぎ、歩んでまいります。と追悼、アニメ、新世紀 GPX サイバーフォーミュラ、シリーズ、で関わったバンダイナムコフィルムワークスは、新世紀 GPX サイバーフォーミュラ、シリーズのキャラクター原案を手掛けていただいた、猪俣睦美先生が、3月10日にご逝去されました。数々の作品にお力添えをいただいておりました生前のご功績を忍び、心からご冥福をお祈り申し上げます。と綴った。出版として深く関わった KADOKAWA も、猪俣睦美先生のご逝去の方に接し、誠に残念でなりません。謹んでお悔やみを申し上げます。弊社と、猪俣先生とは1980年代から長く深くお付き合いをさせていただきました。風の大陸、宇宙王子、宇都の巫女、月刊ニュータイプでの版権イラストなどの様々なタイトルやシリーズを通じて、大変素敵なイラストを数多くご提供いただきました。誠に感謝しております。先生のご冥福を心よりお祈り申し上げるとともに、深く哀悼の意を捧げます。と別れを惜しんだ、猪俣さんは人気ゲーム、テールズ・オブ・シリーズのキャラクターデザインを長年にわたって担当、アニメ、機動戦士ガンダム SED ではデザイン協力、小説、ドラゴンクエストでは挿絵、イラストも担当するなど、幅広く活躍していた、ネットの声、ここ最近、いろいろ、と衝撃が走った後にこの秘宝、正直、信じたくない気持ちで胸がいっぱいです。個人的には、宇宙戦士バルディオス、や、戦国魔人号将軍、世代ではあるものの、実際にお名前を意識したのは、幻夢戦キレだ、でのこと、初期 OVA の鮮烈な印象が残っている一方で、さすがのサルヒ、や、プラレス34郎、といった可愛らしさ、華やかさが同居したキャラクターたちに当時、どれほど励まされたことか、宇宙王子、はチラ見しつつも、リアルタイムで読んでいなかったことが悔やまれます。しばらく時を経て、ブレンタワードでの裸の女性たちが飛び回るオープニングにも心奪われました。富野監督もきちんとした体つきまでデザインしていることに差は、発されたと振り返っておられましたが、すべて作り物の中に生命の躍動感というアニメの本質を凝縮したキャラクターだったのでしょうね。謹んで、ご冥福をお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。